だね、今日すごく眠いんだよ。僕はもう眠いんだ、パトラッシュ。カウント、やばい、お願いします。ポコとか出てきた。オッケー。メガネ店員さんはありがとう。いやさ、目がね、なんかシュパシュパしてて、なんかでもあれなんですよ。眼科に行ったんです。なんかコンタクトつけてるから、定期的に眼科で検診をしてもらって、花火大会なんだけど。たまやー、イエーイ、パチパチパチ、イエーイ、花火、もう次の花火あれだ。うわ、もう次の花火あれだ。もう次の花火あれだ。50万のやつ。なんだっけ？あ、そう。ちちち、そうそうそう、ちちち、そう。じゃあ、それ、定期的に、見てもらうんですけど、まあ、なんかあれらしい。まあ、なんかたまに、前もあったんですけど、ドライアイの1個前。なんかドライアイ、これ以上ひどくなるとドライアイになるよっていう状態らしくて、みたいな。そう、だからあんまり、なんか長時間コンタクトをつけたり、酷使しないようにしてねって言われた。無理。ほいほい、ありがとう、土屋さん、こんばんは。寝ていい？嘘。じゃあ、おいたん寝ておくね、この配信です。こんばんは、おいたん。こんばんは、ハクさんは。おかえりー。ただいま、おいたん。おかえり、ちびたー。ありがとう。寝ちゃダメだ。寝ろー。 いや、寝ろなのか、寝ろうなのか、わからん。 ありがとう、ワゴン。ポコはお休み？ポコは23時からです。さっきご新規さん歓迎配信をしてて、ルーベンスの絵が見たいです。何、ルーベンスの絵って。あれ、もしかして天使飛んでる絵、もしかして。おかえり、カメライモン。おやすみ、ありがとう、おやすみ。 ほいほい、だるま、ありがとう。 ありがとう、だるま。あれ？あれ？ だるま、あれ？あれあれ？あれあれ？だるま、ピコン！ありがとう、だるま落とし。こんばんは、月瀬さん、こんばんは、おかえり、ありがとう、関東。こんばんは、ゆきゃどん、こんばんは、おかえりなさい。たまやー、ありがとう、たまやー。眼科どうした？そう、眼科。なんかね、そう、定期的に行かなきゃなんでしょ、そう。まあ、みんなもね、目はほら、やっぱ一生使うから、大事にしよう。かわいい、愛してる、ありがとう、けど。こんばんは、はること。あ、こんばんはですね。見たよ、プロフィール。ナンバーオイ、なんでも屋さんって書いてあった。ありがとう、ありがとう。種集め行ってきます。あ、ありがとう、ありがとう。帰り道では今、大丈夫かい？50、お届けやんきゃ、ありがとう、関東。ただいまですね、通りすがりの方も、あ、ゆうさん、このゆう、ペンギンゆうさんっていつも来てくれてるの、ありがとう。皆様の右手のところにあるオリジナルアバターをゲットしようというイベントに参加してます。あとね、14,780ポイントで、ついにアバターゲット、50万ポイントになりまーす。よし、よし、ぜひ、種ご時間でお願いします。ご新規さん、俺か？いやさ、でもね、いい、思ったわ、いた。いや、これはまあ、ポコちゃんと話すわ。でも、ご新規さん還元配信すると、まあ、確かに、めちゃくちゃ初めての人ばかりだが、なかなかに難しい。レクタンお帰り、ありがとう。かわいい、ありがとう、ほいほい。ありがとう。かわいい、青いタン、ありがとう。だるまが家出しました。なんかだるまいないんですよ、ずっと。うち、なんでだろう。だるま、一回なんかこう長期休みがあれば、おいたまをお掃除をしたい。おい、人間、種欲しい。なんだと！こっちは人間じゃないよ。 おかえり、ゴーさん、種ありがとう。
こんばんは、すごく色気が、色気、おお、色、色気、色気、いって、いって、今テーブつけた、いって、色気、色気、嘘、ありがとう、ありがとう、いつも見てくれた、ありがとう、ゆうさん、ペンギンゆうさん、ありがとうございます。びっくりしちゃったよ。健康第一、ありがとう、弁当さん、健康第一、ありがとう。今日ね、すごい眠いのとすごいお腹が減ってるんですよ、常に。ありがとう、健康第一、うま塩味、ありがとうございます。昨日のショールーム見逃してしまった。昨日のショールーム、昨日の、昨日かい、昨日の洋服、昨日何着てたっけ、青いたよ、昨日、昨日何買ったっけ。色気が逃げてまって、あれ、色気蓄え中なんだけど、あれ、色気があるらしいよ、青いたんには。まあ、そんなのは置いとこ置いとこ。この配信は22時半ぐらいまで配信しまして、その次がなんだ、23時からポコちゃんですね。で0時で終わってって感じ。ちょっと明日朝早いのもあって12時ぴったりぐらいで終わりたいと思っているポコちゃん。なので、ぜひ初めましての方も数字1から501個ずつ打つと50ポイントまで入ります。もしくはですね、あおいたんかわいいとか、あおいたん色気とか、あおいたんメガネなんてコメントを50個入れていただけると嬉しいです。お願いします。こそこそ、ありがとう、ひろたんもおかえり、こそこそ、ほふく前進、色気、色気、あお姉ちゃんば、あ、ボーラちゃんこんばんは、ありがとう、おかえり。でもじゃあさっきってほどじゃないけど結構前だけど、そのポコちゃんでご新規さん歓迎配信をしてね、やっぱこう初心を思い出すじゃないですか。こう誰もいない、なんか通りすがりの方が見てくれて、でも見てくれるけどコメントはしてくれないみたいな、そうと思うと、普段見てくれる皆さんのありがたみですね。ありがとう、いつも。ごちゃおいたん、ありがとう、お弁当さん、ありがとう、かわいい、ありがとう、かわいい、あ、ありがとう、よすにょん、バラバラより君は美しい、ありがとう。そして小判、ありがとう、はるこたん、小判、ありがとう、ありがとう、五十八尾やんとはるこたん、好き好き終了、ありがとうございます。やばい、なんかあくびが出るのってあれなんだよね、脳に酸素が言ってないとか、それあれじゃなかったっけ、深呼吸しよう。はぁ、50カウント完了だじょ、ありがとう、カウント、ありがとう。あ、マツルくんおかえり、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。やばい、あと7472ポイントで達成する、やばいやばい。じゃあやっぱさ、こういうさ、なんだろう、今回ね、こうアバターだけのイベントなんだけど、こう達成が近くなるとちょっとなんかドキドキウキウキしてくるね。もうまおいたん、この枠で達成しないと終われないわ、もう。ありがとう、コバ、ありがとう、カメナイモン、ありがとう、はい、ありがとうございます。ん、脳に二酸化炭素が溜まるとあくびが出る、嘘、どうやって出せばいいの、二酸化炭素、シュポポポポポ、シュポポポポポポ、あくび。そして忘れないうちに告知をしましょう。でででででん、にゃんにゃんにゃん。そう、あ、そう、あれなんですよ、あおいたんの YouTube チャンネル、あおいたんのやいばゲームズっていう登録チャンネルがあるんですけども、なんだ、やっぱなんか最近なんかあれなんですけど、
昨日、リトルナイトメアパート8を投稿してから登録者数が一気になんか6人ぐらい増えて、そうなので、まあ、ちょっと徐々になんだが、徐々に増えているんだが、こう増やしていきたいなと思った間でもある。そうまだね、昨日の動画見てないよっていう方は見ていただいて高評価とコメントお願いしますね。でもね、聞いてくれる？いやね、きっとね、なんかその誰かが誤操作しちゃって押したんだなと思ってるけど、低評価が1個ついたの、初めて置いたバッドボタン、バッドボタン動画に。もうちょっと悲しくてしょうがない。でも誰かがこう間違って押しちゃったのかなと思っているけど、こうそう低評価ボタン押されてヒュンってなった。ボックス失礼します。あ、えじまさんおかえり、いいね、ありがとうおいおいおい、もうちょっとでね50万なんですよ、ジムさん。50、鬼滅の刃ありがとう、ありがとう、秘密の刃。八重さんおかえり、カウントありがとうございます、ありがとう。でなんだっけ、告知だ。てってってってて、ボーダー、あやかや、首が細かったね。あ、アイスありがとう、ありがとう、お弁当さん、アイス。あれ、うちのタコちゃんアイスは、いたいたいた、ありがとう。はーい、アイス、ビューン、アイス涼しい、ありがとう、アイスありがとう。犯人はお前。いや、そうなんかね、まあでもそういうのいいんですよ、いいんです、全然。間違いだろうが確信犯だろうが、このね、そうつくことは人気な証拠。ただいま、おかえり八重さん、ありがとうございます。低評価がつくってことはそれだけ広まったということ、ぼちゃーだ。そういや、そうなんです、そうですよね、でもさ、そう、その通り、そうあれですよ、アンチとかいるはいるほど人気ということね。ね、ポジティブシンキング。よくの笑ってる。あおいちゃんこんばんは。あ、源内さんこんばんは。ペコリンチョ来てくれてありがとうございます、ありがとう。ありがとう、種ありがとうございます。もうちょっとでね花火が上がるので、ぜひお願いします。ででれれってってれー、はい、どうこ、あ、ゆっぴーさんおかえり、こんばんは、ありがとうございます。はい、今日が、待って、今日木曜、火曜なの、早いな、早いな、なんか日にちが過ぎんのが早い。次、お会いできるイベントが9月17日木曜日ですね。市川うらら FM 桃山月香さんのムーンジックラジオに出演させていただきます。ハッシュタグムーラジ、カタカナでらしい。で、場所が五反田平賀スクエアです。五反田で美味しいものがあるよとか、おすすめのものがあるよっていう方は教えてください。あ、バリさんおかえり、ありがとう。で、19時45分受付、20時公開収録、21時特典会ですね。こんばんは、おいたん、お話素敵です、似合う、ありがとう。半熟さんおかえり、あおいさんこんばんは、はるぱるさんこんばんは、ありがとう、おかえり。で、なんだ、あおいたんのツイッターにもあるんですけども、予約フォームから番組観覧みたいなのをして、ご予約いただけますと嬉しいです。で、予約特典をですね、私物サイン券にしましたので、まあ、後でツイートもするけど、何、私物でなんかあおいたんにサインしてほしいなっていうのがあれば、この日木曜日にサインしますので、ぜひ持ってきていただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。ペコリンチョ、50万この回でね、あと2204だ、うわーい、うわーい。あ、おかえり、ラジタン、こんばんは。もうすぐで、もうすぐで花火なの、花火。17時予約っていつまで？いや、それがね、あおいたんも、なんか、
なんていうの、いろいろ聞いているんだけどもちょっとわからないので、できればもう今今遅くても必ず前日までに入れてほしいかも。まあ、前日わかんない、ギリギリ行けたら当日までなのかもだけど、当日の午前中とかまで予約入れれば行けるのかもだけど、うん、とりあえず前売り扱いになるのは、でも前売り扱いになるとしたら前日の23時59分が普通だと思う、多分それ以降は当日の料金になる気がする。うん、まあとりあえずちょっと早めに入れていただけたらなっていう感じかしら。そう、あーなんかそう、ちょ細かいことね、なんかあれはわからないんだけど、そうそう、とりあえず前日23時59分ぐらいまでに予約しておけば間違いないかなって感じで、そう予約でナンバーオイで予約で来てくれた方に私物サインで書き書きします。ご自愛おいたありがとう、ゆぬいさん、ガンタありがとうございます。じゃあとりあえず明日中、そうね、明日水曜日中には入れていただけたらと思う。そう、五反田駅高楽そばの焼きそば食べたことない。嘘、ちょ調べ、ちょ何メモっておこう。何高楽そばっていうの、五反田、そもそも本当に五反田、だって五反田で今までイベントなかったよね、ジムさんね。だからなんか五反田でイベントやるとかで初めてで全然行ったことなくて、そうだからちょっと楽しみなんです。楽そば、焼きそば、まあ、食べれるかわからんが時間遅いしね。独特の風味の焼きそばです。何それ、独特の風味って何、え、美味しいのそれ。独特ってさ、あんま美味しくない時に使う言葉でね。ねえ、メガネもええやおいた、ありがとうライタンメガネ。そうで、なんかお目目がシュパシュパするの。スープつけるのが丸、彼は食べている、彼は食べているよ。そっか、ちょっとなんかね違うんですよ、なんか母上が母上が何今回来ないんですけど、あー腹びら、うわー腹びら、うわーうわー失敗したー、どっかー50、うわー失敗したはい50万達成。クラック合うとこ、ちょっともうちょっと準備しとけばよかった、最後の花火だったのに。ということでこれでアバター券作成券ゲット、おめでとう葵たん、おめでとう、ありがとう、ありがとう、おめでとう。よし、クラッカー鳴らしとこう。はい、ということで無事に、オリジナルアバターをゲットしようのイベント50万達成しました。みんなありがとう。よっしゃー、くせーくせーしゃ、くさい、ほんとにくさい。おめでとう、バチバチバチ、ありがとうございます皆さん。多分でもこのイベント終わるのがね、まあ1ヶ月なんで、今月末に終わったらアバター券作成券の権利の案内が来るので、まあ来月再来月とかですかねそう、はい、なので、とりあえず無事にゲットということでありがとうございます。そう、難点なのはこの今月が終わるまで他のもの何もいいのがあっても参加できないというところ。そう、まあとりあえずなんだ、50万達成、ちょっと次何にアバターいやちょっと悩んでるんです。ハルコにするかスミさんに書いていただいたヒカリちゃんにするか、ちょっと悩み中なんですけども、お楽しみに。ありがとうみんな、
ありがとう、種集めてくれて、これからもよろしくどうぞ。どこだっけ、どこだっけ、花火来るぞ。あ、ちゃんと予告してくれた、ほいほい、ごめんね、ありがとう、ほいほい。今日はセミまでです、ごめんなさい。いえいえ、ありがとう、花火達成したから何も。同じく出先はセミまで。いえいえ、ありがとう、たまや、ありがとう、たまや、花火たまや、パチパチパチ、花火たまや、花火大会や、花火やおいたんね、花火今年手持ち花火もしてない、花火がしたい。雨パチパチパチ失敗、おめでとう、ありがとう、おめでとう、おめでとうございます、パチパチ、おめでとう、よし解散、こら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 。ということで、まあでも別に、じゃあちょ25分ぐらいで終わりにしましょうか。25分ぐらいで終わりにしましょうか。半までって言ったけど、おめでとうございます、ありがとうございます。明日の予定、明日いろいろだよ。この分ならもう一回アバ券取れるな、だよね。そう、いや本当は2週間のに参加したかったんですけど、そう2週間でね、こううまくてね、あのタイミングが合うのがなかった。そう、ひかりちゃんもええの、え、そうなのよ。そうだ、なんか何、なんかちょっとね、そうでも舞台からさ、あんまり機会空いてない方がいいなってい いうのはあるよね。そう、プラトーンみたいなポーズアバターですね。プラトーンって何、プラトーンって何。光様だとしたらどの光様になるんだろう。確かに光様、そう笑ってんのと、なんかちょっとなんかね、本性出したやつと、確かにな。おめでとう、ありがとう、みんなありがとう。ストローがないからジュースが飲める。おっと、夏の締めに線香花火したかったね。いやマジでね、花火手持ち花火したかったんですよ、葵たんも。そう、おめでとう、おめでとう、おめでとう、ありが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 とう、安いの種ありがとうありがとう、ありがとうございます。なんだっけ、あ、そう、じゃあそうそうそう、それで言いたかったのは違うの。そうあれなんですよ、母上が五反田の日に迎えに来るんだけど、五反田周辺に何かいいのはないかって言ってて、そうだから五反田でおすすめを探そうとしたの。そうだそうな光だとひとやかバージョンか。あー、おひとやかバージョン、あー、ね、確かに今ちょっとそこら辺を考えて、今月考えておこうと思う。とりあえずアバター券ありがとう、ありがとうございます。ふう、まあ明日からはの告知時間はきっとそんなに早くないと思う母上、そう母上はあの今回見に来ないというか、なんだ、もう現場にスタッフさんがね、もういらっしゃるんで、そう、なんですよ、チキ撮影とかないんですよ、母上のは。別にそう、あっちのスタッフさんが撮ってくれるから、そうっていうので、そう迎えに来るだけなんだが、個人的にはさぬきうどん、何の鬼山、外れない、うどん食べたい、うどん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 好きだよ、あ、いいな。ステーキリベラ五反田店、遠い、五反田の何、そのひらがなんちゃらから近いとこにしよう腹減ったー、ご飯食べてー、ご飯、なんかおいたん今日ご飯がね変なんですよ。今日まず朝フルーツを食べました。でその後大福を1個食べました。でその後なんか豚の生姜焼き、生姜焼きだけね、ご飯とかじゃなくて豚の生姜焼きを食べました。でその後リンゴのゼリーを食べましたっていうとこは今ここ、狂気バージョンだと着るのにちょっとハードルが、なんでみんな
仲間だよ、来たらみんな来たら仲間。うどん好きなの、うどん好き、まあ、蕎麦も好きだけどうどんも好きというか、多分日頃食べるのが多いのはうどんかもしれない。チェキバッグはそこそこあるのかね、高い。そう、なんかチェキがね、そうなんですよ、なんだ、話す時間が2分っていうのだけど、ツーショットチェキ1枚で2000円で話す時間が2分で、ソロショットチェキで話す時間が1分で1000円。そうで、物販を合計5000円以上買った方は1分間写真撮影 OK なんだけど、なんかバッグは半分です半分です、またつけ麺食べてる、つけ麺、つけ麺、またなんかさ、こうパリスタンがサラダのテイクアウトしてる写真とか一回見てみたいよ、葵たん。マジかよ、母上仕事しないと寂しいじゃん、チェキ撮影。そうそう仕事しないとそこそこ食ってんな。なんか変じゃない、バランスがね。炭水化物なしか、炭水化物、まあでもだって、まあ、なんかほら大福と餅の部分と、あと何、リンゴのさゼリーって、ゼリーってなんかあれじゃない。いいな、おいと一緒にご飯食べるかい。ご飯、カレーうどん食べる、あ、いいね、カレーうどん。最近カレーライス食べてないんだよね、おいたん。5000円とか、5000円とか額、そう、なんか、うんね、そう、なんか、まあでも多分普段そういうやってるんだろうで、あれなんだけど。朝からゆで卵を肉、痩せちゃう、痩せたう。半分かよ、もっとくれいや、交渉してくれるじゃん。キャーキー、やだな、なんか。ご自由お届け、ありがとう、マッシュさん、ありがとう、はじめまして、お届け、葵たんことナンバー葵です、ありがとう。ぜひ右上のハートピンクにしてね。ゼリーが炭水化物、そうだよね、そうそうそう、違う、なんか葵たんもなんかゼリーは意外とそれだって聞いたことあるもん。仕事な、ありがとう、まつるくん、フレーフレーまつる、フレーフレーまつる、ありがとう、お仕事お疲れ様。言うけど、昨晩はカレーつけ麺、あー、つけ麺、またつけ麺。でもさ、つけ麺って美味しいよね、わかるよ、わかる。腹減りすぎて胃痛と格闘の電車内。ダメよ、あ、ゆで卵食べたい。50カウントお届け。んペッチ、なんかペッチさんってなんかで見たな、なんだろう、なんかで見たな。ありがとう、ペッチさん、はじめまして、はじめまして、葵たんことナンバー葵でーす。よければ毎日配信してるので、右上のハートピンクにしてね。やばい、もう半だ、もう半だわ。まつるくん、ありがとう、小判、はい、ありがとう、小判、ありがとう。ブルーズースイヤホンで見てるから遅延して腹話術みたいに見える、あるね、なんかブルー、そう、葵たんのブルーズースイヤホンも遅延するのよ、そう。外から種少しとこちゃ、ありがとう、花からさん、また来てくれてありがとうございます。でもさっき無事に達成しました、ありがとう。ポコ予定だ、うん、ポコは23時からです。そう、はい、ということで、コメント流れちゃった方いたらごめんなさい、またコメントしてください。あ、そうしたん、種ありがとう。無事に50万ポイント達成しまして、皆さん種と50カウントありがとうございました。まあ、あとは今後も毎日配信しますので、ぜひご覧ください。あとはまあなんだ、まあ日々累計ランキングは日々更新されるので、ぜひそちらの戦いにじゃあ挑んでいただいてあー、ケンピン、ありがとう、ありがとう。5位ハルミ、ありがとう。4位雷門、ありがとう。3位ホイホイ、ありがとう。2位ヤスイニョ
ん、ありがとう。1位お弁当さん、ありがとうございます。右上のハート白い方は毎日配信してますので、ぜひピンク色にお願いします。あとあいたんの Twitter、Instagram ぜひご覧ください。よろしくお願いします。ペコリンちゃん、この後起きてる方は23時からポコちゃんを配信するので、ぜひそちらお越しくださいませ。よろしくお願いします。はい、ということでありがとう。そしたらタネ、ありがてありがて。ちょっと違う支援ゲージ作っとこう花火見たいがために。ありがとうタネ、ありがとう。パイナップルありがとう、ありがとうパイナップル、ありがとうパイナップル、ありがとうパイナッツプル、ありがとうパイナパイナパイナップル、ありがポコまでには帰りたい。え、そんな早く帰れる？まつろくん頑張って。こんばんは、ありがとう、なおち、こんばんは、ありがとう、パイナップル、いや、パイナップルが。はい、ということで、また後でお会いしましょう。ありがとう、こちらこそありがとう。エンディング曲、ありがとう、パイナップル。作詞作曲の。ありがとう、パイナップル、いいじゃん。ポコタイム運転してか、ブーン。わかりました。はい、ということで、それではまた後でお会いしましょう。以上、あおいたんこと、南波あおいでした。おやすみなさーい。また後でねー。